こんばんは、プリティです。やっとね、今週の金曜日過ぎたら、この激しいスケジュールがやっと終わる。火曜日とね、金曜日がさ、4時起きなのね。で、これが終わるのがすごくもうおばちゃんには助かる。で、他の勤務を緩くしてくれるって言ってくれたのね。でもさ、火曜日と金曜日、4時起きじゃない？ジムがいっぱい残っちゃってて。だから火曜日と金曜日早くさ、業務が終わっても、ジムが愚痴らない。大人になったね、おばちゃんね。愚痴らないから、だから会社ではうまくやれてる。いや、もう言いたいこといっぱいあるよ。でもね、動画もちょっとそんなに上げれなかったじゃん。でも、苦肉の策で生放送とかもやったでしょ。でも、やりたいことがね、あと、今後どういう風に自分が動画を発信していくかとか、そういうのを考える時間はすごくあった。あと、って何度もなった。早く帰ってきたけど、もうジムいっぱい残ってるし、帰宅できないじゃんっていう思いがすごくてよく、ってなってた。それでね、こんな忙しい状況下でも、ニュースでさ、ちょっと政治系のやつとかもいろいろだと、今さ、アメリカのバイデン政権の下でいろいろ起こってんじゃん。それもね、ちょっと動画作ってみたけど、全部警告来た。やっぱりまだ未だにちょっと厳しいのね。今、厳しいっていうよりも、ちょっと、厳しさが増したような気がする。おばちゃんが前ぶっ込んだのがちょっと、ストレートすぎたからかな。他の人でさ、似たような動画上げてる人いるじゃん。だから、最近もう緩くなって大丈夫かなと思って、試しに作ってみたけど、チェックがすげえ。もうね、どれぐらいだろう。4日とか5日経ってもチェック消えないのよ。で、最終的に警告文が出てさ、あげない方がいいみたいなこと言うから、じゃ、ちょっと当分お休みして、やっぱりちょっとオカルトとか、ちょっとサブカル系前から少しやってたけどさ、それにちょっと力入れようかなと思って、それも前からずっとやりたいと思ってたことだから。だからね、今心配してくれてる人がいてさ、視聴者がいっぱい減っちゃって大丈夫ですかって。いや、ぶっこんだやつとかを見てくれて登録してくれた人がいたからこそ、いっぱい増えてもらえたと思うんだけど、もうそのね、ネタを扱わないっていうことは、やっぱりそれを見てた人たちは離れるっていうのはしょうがないと思うのね。で、グルメ系もちょっと最近やれてないじゃん。でも、生放送でね、ちょっとあることやろうと思ってね。それは今週の週末ぐらいからちょっとやり出そうかなと思ってるんですけど、ちょっとね、いろいろね、また新しく大きく変わりますので、よろしくお願いします。でも、そのね、まあ、考える時間がいっぱいあったけど、常に、ふふふってなってた。握り拳をね、こう、ガーって握って。でも全然時間ないじゃんっていう。でも会社では一切愚痴らなかったから。社長聞いてます？ 7 月のボーナス期待しておりますよ、おばちゃん。それに向かって、全力でね、おばちゃん、仕事今頑張ってますので。だってもう、2人分ぐらいやってるよ。ボーナスプラス、ジョジョか、あ、ジョジョってジョジョ園ね。ボーナスプラス、ジョジョか、それか、ジョジョ行かなくても、その分ボーナスでよろしくお願いいたします。これがはっきり言える。だっておばちゃんのさ、動画、社長も見てるから。で、これがはっきり言えるほど、仕事やっております。くたくたになるほど。もうそれがやっとね、金曜日で終わるわ。いや、この1ヶ月、地獄で地獄で。いや、なんとかね、もう、いや、たまんねえわ、っていうのが最初だったのよ。でも、終わりに来ると、はぁ、やったなっていう、やりきったなっていうの、達成感みたいなのを感じちゃうね。まあ、金曜日、ケンタいっぱい食べようかなって考えてたんだけど、今お金もないしさ、しょうがないから、100円ローソンで、うまい棒いっぱい買おうかな。セットで安いやつ。なんか寂しくなってきちゃった。あ、それとね、うちの会社に出入りしてた協力会社さんとか、あと、下請け業者さん、若い人多かったのよ。20代中盤から30代前半の若い子たちが一気に来なくなっちゃったのよ。なんでかっていうとね、仕事的に合わないですわとか、あと、もうこの業界からちょっと撤退しようかなと思ってるんですよっていう。若い子がもう次から次へとさ、辞めてくのよ。まあ、うちの会社じゃないから、まあ大丈夫だけど、そこの会社の、まあ、上司とか今代わりに書類とかさ、建物の写真撮ったメモリーカードとか持ってきてくれんのよ。あとスケジュール表とか。え、大丈夫ですかって言ったら、おばちゃん来ないって。元請けの人間を引き抜くのと思って。冗談じゃなくてマジなのよ。おばちゃん来ないって。うちの子もうちょっと出せよ。安いからやめてんでしょ若い子たち。そのトラップには、おばちゃん引っかからないよ。だってもう、役職ある人がだって、雑用としてうちに来てるわけでしょ。いや、もしおばちゃん入ったら、ね、ってか、100倍になりそうな気がするんだけど。それでね、まあ、協力会社の役職ある人たちと最近さ、いろいろ話す機会あるんだけど、もう、そういう人たちも現場いっぱい回ってんのよ。え、チームとか大丈夫なんですかって言ったら、いや、総務のお姉ちゃんとかもキーキー言ってるって言うから、いや、まあ仕事増えて、いや、もう家帰るの遅くなったらみんなそれはなりますよとか話してたらね。でね、現場回って、もうゴミの出し方がひどくてもう、どうしようもないって言うの。いや、まあうちもそうですけどねって。やっぱり、女性で、はんぺんあるじゃん。まあ、女の子の日に。あれを、まあ、使用済みの生で捨てていくのがほんと信じられないっていうね。まあ、おばちゃんから上の人からすると特に、それを感じんじゃないのかなと思って。おばちゃんもそうなのよ。普通なんか、袋かなんかに見えないように入れて捨てるんじゃないのっていうのが、まあ、今まで、なんていうのかな、この業界入ってきて、最初思ったことなのね。だってもう、今からこの業界入ったの結構、バイトからだから、でその間まあ、調理師とかもさ、あと CD レンタルとか、いろんなところで働いてたけど、あと倉庫整理とか。でもね、まあ、ちょこちょこ清掃の世界にはね、顔出してたのよ。でその最初の頃からね、チラチラとはそういうのあったのよ。いや、もう同じ女として許せないと思って。おばちゃんから上の男性からすると、もう特に許せないみたいよ。どういう教育をされて、今まで育ってきたんだっていうふうに言うから。いや、ちゃんとしてる人はちゃんとしてるんですけど、確かに、そういう人は、おばちゃんもちょっとその感覚はわからないですねって言ったら。で、娘さんがいる、家庭の、そこのパパさんもよく言うのよ。自分の娘はこういうことは絶対ないし、あと奥さんとかも。だから、どんな人がこんな風に捨てか、だってそれ単体で捨てんのよ。信じれる？ダストボックスみたいなところに。ゴミ捨てるボックスのところに、単体で使用済みのはんぺんを捨ててくのよ。で、おばちゃんがはんぺんって言ったらさ、いい言い方するねって。なんかその方が、まあ女性が聞いても悪い感じしないねって。俺もはんぺんって言ってみようかなって言うから、いいんじゃないですかって。でも、やっぱりおばちゃんから上の人からすると、もう気になるみたい。どんな人がこんな捨て方してるんだっていうのは。あとね、やっぱりおばちゃんの会社でもあるんだけど、まあ現場でね。ペットのさ、おしっこの砂利あるじゃん。あれ袋入れないで、そのままダストボックスのところ、みんなが捨てるゴミのところよ。砂利だけを捨ててくしね。うんごとかも入ってる。あと、チッチが吸収した。袋に普通の人は入れる感覚だと思ってるのは、多分ちゃんとしてる人だと思うのよ。それさ、なんていうの、トレイからダーって捨ててく人多いのよ。で、前日雨降るとさ、その雨を吸うから、なんていうの、ダストボックスの床にこびりついちゃうのよ。で、これがまた落とすの大変なの。それで、そういう捨て方する人を見かけてさ、注意するじゃん。すると、もうね、ほとんど、なんでっていうのよ。なんでお前らに注意されなきゃいけないんだって人多いのよ。お姉ちゃんでもよ。いや、自分たち、まあ、下着業者さんとか協力会社さんもみんな同じなんだけど、うちもね、ゴミ出す人は、ちゃんと分別して、あと、なんていうのかな、そこの場所散らかったりしないように、出す人が、まあそういうふうに、処理して出さなきゃいけないって、まあ、党の条例で決まってんのよ。それ伝えても、じゃあなんでお前ら、管理費とかもらってんのにやんねんだよって、いくら言ってもダメなの。だから、何を言ったらいいかわからないっていうのね。だから、ダストボックスの壁とか、まあダストボックス自体に、ちゃんと出す人が分別したりとか、あと、まとめて出してくださいって貼っても、全然ね、もう気にせずバーって出しちゃうのよ。だからいくらやっても無駄なの。で、よく相談されるから、まあ、そういう貼り紙とかって剥がされたりしますって言ったら、剥がされる、剥がされるって。あれね、もう一回貼った方がいいんじゃないですかって言ったら、いやでも貼っても剥がされんじゃないって。おばちゃん、今の会社働いてすごく気づいたことあるのよ。例えばさ、自分のさ、玄関前で、例えば屋根がないところ、雨いっぱいさ、降り注いじゃうとこあるじゃん。そこに、例えばソファーとか、もういらなくなったやつ、あと服とか、段ボールに入れて、置きっぱにする人いんのよ。で、雨降るとさ、段ボールなんかさ、ぐちゃぐちゃになってそこら辺散乱しちゃうやん。だから、張り紙とかして共用部は、まあ、消防法に言うと、まあ、物を置いちゃいけませんよって張り紙するんだけど、剥がす人多いのよ。これってどういうことかっていうと、そういう注意文とか書いてあると、やっぱりさ、そんなね、汁気って言ってても、心の中で、なんかちょっと悪いかなっていう罪悪感持ってる。まあ、ちゃんとしてる子多いのよ、心の中ではね。やってる行動はちょっとダメな子多いけど。だから紙貼ってると、だんだん、なんかちょっと、その貼り紙を見るのが辛くなってくる子多いのよ。だから剥がすのよ。だから剥がされても剥がされても貼るのよ。そうすると、まあ、ちょっとずつ分別しだしてくれることが結構多いのよ。これね、例えば清掃業やってる方で、もし同じ体験する人いたらね、これぜひ試してもらうといいと思うんだけど。あれと同じ、遅く起きた朝のさ、松井直美が前になんか同じ住んでるマンションの人たちにね、全員にちゃんと挨拶するんだって、朝。おはようございますって。でね、一人ね、新しく入ってきた大学生のね、男の子がね、まあ、こっちがおはようございますって言っても、ふんってなんか、仕方するんだって。でも、すごく面白いんだけど、絶対、挨拶を仕返させてやるって。だから、その子によく、もう目を見て、おはようございますってね、もうずーっと挨拶するんだって。それでも、ふんぷいってすんだって。そうすると、もう可愛いんだからって。いつかあなたに挨拶、ね、あなたからもするようにさせてやるんだからってってね、毎日挨拶したんだって。そしたら、もうね、2、3ヶ月経ってやっと、おはようございますってポシェって言うようになったんだって。まあ、可愛いわねっていう。うん、だからこの戦法いいと思うわよ。心の中ではやっぱりちょっとさ、悪いことしてるなって思ってる子多いのよ。だからね、めげずに、張り紙とか貼ってったらどうですかって言ったらね、うん、やってみるって言って。で、協力会社さんの何社かは、やっぱり、ちゃんと捨ててくれるようになったところが、ちょっと増えたとかみたいな、なんかそんな会話この間してたのよ。やっぱり継続は力ね。あとね、まあ、マンションとか清掃してる、まあ、協力会社さんとか、まあ、よく聞くんだけど、すごく増えたのよ。まっぽちゃんがさ、管理会社の方に来て、ちょっとそこの、住人の方、何も注意したり、だからもう危ない、ちょっと、犯罪関係の、まあ、人なんで、ちょっとそのまま、なんか問題起こしても、うちの方にちょっととりあえず連絡していただけるでしょうかっていう。え、どんな人なんですかって言ったら、ある程度は教えてくれるんだけど、でも、なんていうのかな、特定できるぐらい、詳しくはちょっと教えてくれない、ぼんやりした。そんなね、若い子が増えたのよ。女性とかも。おばちゃん思ったのよ。この急激にこの数ヶ月増えたのって、まあ、国内にいるルフィ系じゃない？なんていうの、遠くから違う国から指示してんじゃなくて、国内でも、そういう怪しいようなさ、求人増えたっていうね。だからね、ここ、もう特に数ヶ月、管理会社から連絡来て、まあそういうマンションとかで、まあそこの、確か入居してきた、まあ若い男の子とか女の子とか、だからちょっといろいろあってもそのままにしといてくださいっていう。散らかしてあるやつとか、共用部とか、例えばタバコとかもプカプカしてポンポン捨ててくじゃん。ああいうのとかどうしたらいいんですかって言ったら、やれる範囲だけやって、あとは、なんてそのようにして、こちらの方も、オーナーさんと話し合って、まあ、おばちゃんの方に、まあ、連絡して、で、いろいろ、なんか対処していきたいと思うんで、まあ、おばちゃん、もう、危ないんで、もう、ちゃっちゃってやって、そこの前はもうすぐ、撤退しといてくださいって言ったのよ。ええー、どれぐらいだろう？今から3ヶ月ぐらい前かな。3ヶ月、4ヶ月ぐらい前。そっからすごく増えたのよ。うちの担当してる物件ではもう、だってもう今20何件ぐらいよ。一挙に増えて。なんじゃこれと思って。前にね、新宿の方なんだけど、ちょっと管理会社から、まあ、そういう関係の人がそこに入居してますので、もしなんか見かけたり、なんか言われたり、あとそこら辺なんか散らかしまくってたりしたとしても、もう全然何もしないでそのままにしておいてくださいって言われたのよ。で、その人は会ったことあるのよ。でもう行っちゃってんの、目が。行ってるってかもう決まってるって感じ。でももう、なんていうの、こっち見て、ずーっと見てくるのよ。あ、これはなんか、関わっちゃダメだなって。でも最近ね、すごく増えた、入居者の人たちって、おばちゃんがね、清掃、まあ、しに行ったりとか、建物をチェックしに、写真撮りに行ったりとか、あと、植栽水に行くだ、あげるだけの現場っていうのもあるのよ。そこの急激に増えたマンションの住人さん、まだ一人も会ってないのよ。見てみたくて、どんな人が住んでんのかなと思って。で、住民の人とさ、仲良くなるマンションの人たちいるじゃん。そういう人たちにね、あ、新しい人引っ越してきたんですかって聞くことあるのよ。でもね、そういう住人の人もね、あまり見かけないみたい。夜なんかちょっと出てるみたいですけどって、夜遅く。だからちょっと見てみたいの。どんな人なんだろうって。それがおばちゃん今すごく、興味があるかな。応接室にわざわざ来てさ、社長とかとさ、警備部門のさ、担当者と喋ったりしてるでしょ。あ、お茶でもどうぞってさ、まあ、おばちゃんが持ってくのよ。え、大変ですね、つって。そういう話って、例えば、おばちゃんさ、ついつい顔出しちゃうから社長がさ、お前、ちょっとどっか行けやって顔されるんだけど、聞きたいの。後で怒られるよ。少しは空気読めやって言われて。だからおばちゃんはっきり言うのよ。YouTube とかでそういうの言いたいもんって。だからネタ、こんな聞きたいネタってないもんって。ってね、よく社長に呆れられる。呆れられてもだって知りたいもん。ねえ、そういう話聞きたいじゃん。もう全然全然関係なくて、おばちゃんも市原悦子だと思ってちょうだい。家政婦は見たみたいな状態で、もう聞きたくてしょうがない。新しいことね、だってみんなも興味あるでしょ。でもね、今本当に新しいのバンバン生まれ出してきて、対応できないっていうか、一体それは何なんだっていう風に疑問に思ってるまこちゃんとかも多いんだって。それは一体どんな風に結びつくのとか。そんなんで稼げんのとか。で、それ稼いで、それどんな風に発展させていこうとしてんのとかさ。で、それをいかに捕まえなきゃいけないじゃん。捕まえるには理解しなきゃいけないでしょ。で、それのね、もう新しい形態なのがボン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 生まれてって、もういたちごっこどころじゃなくて、一体それは何なんだっていう、秘境みたいな感じよ。秘境を見つけた感じ。これは何なんだっていう、そういうのの連続なんだって。だから、もうほんと大変らしいわよ。こないだもさ、その話したやつ、また話したけど、うちの会社に銀行のさ、人が来てさ、いろいろ社長とさ、話してる時、なんか、お茶持ってくふりしてさ、そんなことあるんですかって口出して怒られちゃったもん。まあ話したじゃん、選手村だったところ今2倍なんだって、価値が。って。じゃあ買っとけばいいんですね、って言ったら、いや、大先生とか買ってるじゃない。もう一般の人なんて買えないよ、って。大先生だな。政治家の人ですかって言ったら、政治家とか官僚の人は。ねえ、財界でもう、そんなにもうお金稼いでどうすんのっていう人たちはもう、いっぱい買ってんじゃん。で、そこら辺近くのバスもバンバン取るようになったでしょ。もしかしたら電車通るかもね。ねえ、今価値2倍になったんだって。で、そういう話で、って。それありきだったんですかって言ったら、いや、ありきじゃないとあんなところに、選手村なんか作んないでしょって言って。面白い話いっぱい聞けんね。だからうちの会社今面白い。いやー、またこの動画見て社長に、待って、動画で話しちゃったのって怒られるかな。だってもう最近仕事はもうきついし、頑張ってるよ、おばちゃんって言ったら、やっぱそうだけど、って。いや、まあ、今までいろんなさ、会社いたけど、おばちゃんがよく、もう代々いた会社で言われてんのが、まあ、キャラがすげえって言われる。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4に「ね」という書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。